はい、ノックさん、確かにね、医療の問題と水の問題、うん、これはね、日本も水に関しては脆弱になってきて、水道管の事業っていうのが今ね、かなり遅れてるらしいですね。40年から50年前に日本全国に張り巡らした鉄道管、水道管ですよね。こちらの方が錆びて目詰まりして割れたりとかしてるらしいんですよね。で、これの回収ってのはやんなくてはいけないんですけども、全然進んでなくって、なんか全体の 2% から 3% ぐらいしか水道管の入れ替えっていうのはできてないみたいですよね。で、50年前の水道管っていうと鉄ですから、もうサビサビでギトギトになっていて、いつ壊れて、水のインフラが寸断されてもおかしくないみたいな状態になってるらしいんですよ。だから Wi-Fi 引く前に水道管をなんとかしろみたいなねことになってるみたいですね。まあでもそれを考えても、確かに水の件と医療の件ね、これは日本以上に恵まれてるところはなかなかないんじゃないかなっていうところがあります。特に医療の問題、病院で冷たい扱いを受けるってことは日本ではあんまりないんじゃないかなと思うんですよ。特に近所のクリニックや近所の総合病院や大学病院っていうのは、白い巨塔みたいになったらね、分かりませんけどね、通常の医療で受けられないものとか尊重されない患者ってのはなかなかないのかなと思うんですよ。まあ、でも海外につきましてはちょっと分かんないですよね。これはダメだって言うんじゃなくて、全く分かんないです、見えないです。だから不安ですよね。だからそう考えると、私もね、アメリカってことを前半言いましたけども、どうなんでしょうね、アメリカの医療費ってかなり高いみたいなんで、そういう意味で言うと生活コストが相当上がるんじゃないかなと思います。生活コストが上がって万が一の時の出費が想像できないってなると、それだけで不安要素が高まりますしね。だからね、ここでね、私ね、いろいろ考えて、やっぱりね、保守的思考になるんですけども、やっぱり日本かなと。日本の中でも東京や大阪や東北や都市部、都心部を避けて田舎ですよね、その中でも私がやっぱり厳選した、今住んでるね、笠岡、岡山の笠岡の近辺、瀬戸内海に囲まれて、中国山脈と四国山脈に囲まれて、まるでね、防御が四方八方から来てるようなね、地震にも縁遠く、それから津波にも縁遠く、それでいてある程度の自給自足ができるみたいな、今私が住んでいるところっていうのはやっぱり選んでよかったところだなと思います。なんかね、今私の一戸建てを買って住んでるところがあるんですけども、あらゆる面で、日本の中でね、最も安全じゃないかなとかね、最も快適じゃないかなっていうところを厳選したつもりなんですよ。で、その上で他の国はどうかなっていうことを選んで、地震のこととかね、それから金利のこととか、もちろん税金のこととか食事のこととか考えた時に、2つ目を東南アジアに選んだりね、それから最近ではアメリカってことを考えたんですけども、でも海外移住をしなくてもいいという選択肢をもし設けるんだったら、日本でいいかなっていうところですよね。どうしても海外移住しろって言うんだったら、今の時点ではアメリカになるかもしれませんけども、でも選べるんだったらこのまんま今住んでる町にいた方がいいなと思います。これはね、別に思考停止でも何でもなくって、厳選して厳選して選択肢がある中でここに住むことを今日も明日も選ぶっていうことなんですよね。他にもね、見えてない要素とか、変化するべき要素っていうのはあるかもしれませんけども、今のところはそんな感じですね。ただ日本の中でも南海トラフや首都直下型地震のことを考えたら、絶対に東京とか都心部とかっていうのは避けないといけないかなと思いますし、で、どこに水源があって、どこに、野生の食べ物があるかってことを熟知している、それでいて渋滞とも無縁で、だだっ広い田んぼだらけ、そして空き家も周りにね、ある程度あるみたいな環境を選ぶかなと。そこで地域の方と仲良く暮らしていくっていうことが、ベストの選択だと思いながら今日も暮らしてるんですけどね。ですんで、海外移住はね、もうちょっと悩ましてもらいたいなというところでございます。税金のこととかだけ考えるとね、日本にいてられるかって感じがしますけども、確かに日本にいるコストをかける意味は大きいなと思いますよ。いろいろと不満はありますけどもね、これからも不満をね、たっぷり動画にしていこうかと思います。そう、東南アジアとアメリカに行った時、インターネットの環境は良くなかったです。
だから毎日ライブ放送とかね、多分できないし、毎日動画をこの勢いで上げることはできないんで、そういう意味でもね、日本の Wi-Fi 環境、今私が住んでるところの Wi-Fi 環境は、47都道府県、プラス海外に行った中で一番いいところでしたね。うん。そこはね、もう本当、最高だと言えます。うん。これは他の都市でもそうなのかもしれませんけども、たまたま私が47都道府県回ったところ、これほどまでに快適なインターネット環境ちょっと見つからなかったなと思いますね。まあすごいちっちゃい差ですけどね。はい、以上でございます。これからも日本に住まわせていただきます。